的にはこうなんかで、だな。で、よいしょ。何かに使ってたやつみたいで、そのとりあえずそれ、これ邪魔だよね。うん。まあ、ぶっちゃけ。なるほどね。うん、いいよ、見るわ。よいしょ。保護色。
3本だけだっけ。おかしく。なった。4本か。これ、まあ、短くて使いどころがないかもしれないけど結構、うん、しっかりしてる、しっかりしてるやつだね。使いたかった。補強を打ってきたいなと。こっち側もそうだね。まあ、あまり数じゃなくてもいいか。うん、あ、補強だよねこれ。補強、割れた。はい、いいよ、いいよ。本当は下穴開けたいんだよ。本当は穴、うん、うん、まあ、ただの物置だよ。まあね。もう一回ここかな。こっちは難しい。そうだね。そこら辺だな。こっちの方がいいね。こっち打つか。うん。うん。もうちょっと。オッケーオッケー。
本でいくか。うん。一本一本。うん。うん。この穴利用するか。ここ使うか。ああ。そしたら割れることないし。うん。うん。あ、これ飲むの。はい。あ、まあ釘じゃないからこれ落とすか。うん。いいさ、穴じゃん。うん。もう一本は、なんかここにさ、うん、もう一本は、もう一本は、ここになんか穴があるからね、こいつちょっと利用したのか、こいつ、うん、なんか、うん、こいつ抜いた後あるもんな、うん、ここにも打つか、うん、作業台は楽だね。楽だね。楽だね、うん。腰への負担が全然全然違う。OK。よいしょ。しゃあ。カメラのアングルか、うん、考えとらなかった。いやこの辺がダメダメダメ YouTuber の証だ。それねダメダメ YouTuber の証だ。どれ切る？ちょっと待って、こっちから切ってくんだけど、カメラのアングル考えます。いいか、ダメダメ YouTuber だから。ダメダメ YouTuber だから。攻めすぎた。オッケー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 。若干斜めっぽいから、まあいいか。素人ですから。Okay. Okay.
でね。うん。いや、いい。いや、ちょっと待て。うん、ダメダメ YouTuber だから。お前の俺の頭しか映らない。頭しか映らない。ちょこっとだけ持っとって。いいよ。ダメダメ YouTuber だから、ちょっとカメラのアングルかちゃんとかしてくる。あ、いいね、いいね。OK だね。OK、OK。よっこいしょ。どこだ。こっか。うん。失敗してもいいよ。ね、さ、俺から見て左右は OK。うん、OK。うん。あと上下だけか。こんなもんか。うん、なもんね。いや、失敗した。また打ち直していい。まあ、ビスだしな。おお、いいかな。よいしょ。ショック。あの失敗の映像とか。ショック。どうしよう。あ、いい方法が。な。手作り感満載だね。満載だわ。準備がいいだろ。いいね。準備がいいでしょ。準備がいいからね。こんなこともあろうかと。あろうかと。こんなこともあろうかと。ね。私は、ある私は準備をした。準備しておりました。準備いいじゃねえか。任せな。やるな。やるだろう。こっちから落ちたいね。そうするとこのビスだとちょっと届かんな。ん？あ、じゃなくて。ああ、そういうことか。こうだな。うん。ダメ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 。ちょっと笑えてきた。笑えてきた。これ縦が弱いかも。こう入れたやつが。こいつがここから割れてるからね。割れとるじゃな。
意外に硬かったね。チェーンソーくれ。はいよ。硬い。すいません。硬いね。硬った。だいぶいいと思うよ。うん。どうだい？いいんじゃね？高さ的にもいいんじゃない？ちょうどいいんじゃない？だんだんこうやりやすくなる。うん。うん。作業台。例えばまあどっちでもいいんだけど。うん。で、道具置き場、うんうん、で、枚数、うん、まあ、テーブルを使って、うん、いいんじゃないの、これ。いいじゃん。こうなりました。うん、下に、箱から出してそのままにしていくようなね、やつや置いといて、ここに、まあ、箱まだ乾いてないからね、ちょっと置けないけど、でここが作業台で、まあ、ここにもちょっとしたものを置けるという。いいね、作業スペースができましたよ。いいね。これでね、この辺になんかちょっとタープかなんかあると、ちょっとこれからの季節ね。ね。うん。いいかもしれないね、うん、タープの下でこう作業ができて、うん、いいかもしれないね。でね、ご飯の時はこう椅子を持ってきて、まあ、ちょっと低い方のテーブルを置いて、ここに置いて食べるとね。いいんじゃない、これ。いいんじゃない、うん、いいんじゃない、うん、これからのあの開拓、まあ、さらに便利にやっていきましょう、うん、それでは、ね、今日はここで終わります。お疲れ様。